新しい BLT サンドを考えよ、バカ者よ。いや、バカ者、バカ者ゲーム。BLT、ね、BLT サンド。持田香織さんとね。My love is forever! バカ者!BLT サンドね。はい。ベーコン、うん、レタス、うん、トマト、はい、この頭文字取って BLT サンドって言われてますけど、もうちょっと古いんじゃないかな、はい、古い、まあ、古いとかないでしょ、定番とはいえアメリカとかだったら古いのかな、高いっていうね。いや、もっといい BLT、うん、あ、BLT は変わらず頭文字のついた食材使って、なるほど、うん、美味しいサンドイッチ作れるんじゃないかと。なるほど、あの BLT が1位っていうことはないかもしれないね、うん、失礼よ、ありとあらゆる BLT あるはずなんでしょ、アルファベットの頂点たちはね、それを代表者気取りで、確かに、はい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 、ちょっとこのままじゃ許せないんで、うん、新しい BLT サンド探そう探そう。でもまずは一旦、なるほど、プレーンなね、BLT、 いや、ね、旧 BLT と呼んでみました。もうロートル扱い、現じゃないんだもん。ベーコン、レタス、トマトの BLT サンド、はいはいはい、まずちょっと一回食べてみましょう、ね、ちょっと確認しよう、現在位置確認しよう、うん、実力を。いや、久々にというか挟んでありますね、あまり頼まないよね、選ばないよな BLT って、うん、なんでこれが定番化してるのかも、ね、正直よく分かってない、バランスはいいっちゃいいかもしれないけどね。いただきます、いただきます、はい、うんうん、あ、うめえ、うめえな、うん、うめえな、ベーコンの塩気がさ、うん、ちょうどいいね、なんか、うん、なんかトマトのみずみずしさ、レタスの、ね、うんうん、シャキね、そしてベーコンの塩気がそこにこう、なんかベーコンぐらいじゃ足りねえよみたいな感じの、うん、感じあったけど、めちゃめちゃちょうどいい、ちょうどいい、これは強敵だぞ、うん、やべえな、これで終わりでいいもういいんじゃないか、勝とう、ここに勝とう、これ強いわ、強い、こいつ現王者強すぎる、強いわこれ、うん、私の BLT サンド、こちらでございます。加藤という男、はい、私の作った BLT サンド、これね、ちょっとまあ挟んであるんで、はい、中身見えないんですけども、お BLT、T、こちらでございます。おほう、もうお分かりですね。B はどれだ、いや、これは分かる、あ、タバスコの T、 タバスコの T、 タバスコの T、うん、これがレバー、レバー、レバー、レバーペーストの L、L、はい、え、B? B、 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 え、シュリンプ、エビじゃない、これバナメイエビです、バいや、バナメイ、バナメイエビ、種類でそんな呼ばないバナメイちゃうとダメってことじゃん、バナメイエビ、そう、もう車エビとか豪華なね、別のエビとか、ブラックタイガーもいける、ブラックタイガーはまあいけますね、ブラックタイガーいけるじゃん、いや、バナメイでいけるバナメイくださいって言わないすげえ組み合わせだな、これ、おい、これすごいかも、レバーとエビとタバスコ、なんか肉肉しいのか、サンドイッチはね、よくあるじゃないですか、うん、あんま組み合わせはしないけど、うん、いや、確か新しくはあるか、これはきっと美味しいんじゃないかということで、どうでしょうか、これ、はい、これちょっと食べますか、ちょっと重ためだな、この BLT は、すごいね、重ためよ、もう、じゃあいきますか、はい、じゃあ加藤さんの BLT いただきます、はい、いただきます、うん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 、味こ、うん、味こ、あ、うまい、うまいけど、うん、濃いねー、すごいな、後味辛い、ビールないと無理だもん、無理無理無理、これはね、クラフト、クラフトビールないと無理、これギャンブルするやつじゃない、これ濃いビール、濃いねー、ワインとかビールとか、うん、酒のあてだもん、もうこれは臭いねー、レバーペーストはねこの BLT がなんかそう、うん、バルとかにあったら、ね、人気は出そう、まあまあ、夜の、夜の BLT、 夜の BLT 居酒屋だったら全然確かに、ね、ありな気はします、はい、じゃあ私のやつ、うん、ほい、できました、新しい BLT、やれんのかい、こちらです、うわー、なんか、なんだよ、またなんか重たいよ、これはもう見ればわかる、なにこれ、まずブナシメジ、あ、B、 あ、ブナシメジ、ブナシメジ、ブナ、ブナね、ブナ、そう、そしてこれラム、あ、ラム、ラム肉なんだ、ラム肉の L とか、はいはいはい、ビーフかと思った、違うんですよ、ラム肉、ね、ラム肉ね、羊、いいじゃん、で、それを照り焼きにしたものです、 T が照り焼き、 T が照り焼き、ブナラムの照り焼き、ブナラムの照り焼き、ブナラム、なんかやだな、ブナラムラムね、こりゃいいや、うん、確かにラムの照り焼きバーガーってないかもしれない、匂い、ね、強いからね、ラム使ったね、サンド自体食べることあんまないと思う、新しいかもね、意外と、そ
ここにブナシメジが、照り焼きにすることでね、臭みもわからなくなる、洋風なのか和風なのか、なかなかいいですね、これは。じゃあ食べていただきましょう。たっぷり入れました。これなんか密度がすごいよこれ。ブナラムの照り焼き BLT。 いただきます。いただきます。うん、あ、うん、美味しい。うん、美味しい。あの海外行った時出てくる嘘日本食みたいな。でもどうだ、美味しいけど。うまい。異国感あるわ、すごい。ラムの味だから全く日本食じゃなくなってる。うんうん、なんかでもラムだからか結構軽くて、軽いね。うん、でブナシメジのコクもちゃんと意味ある感じ、うん、ある。味に入ってる。キノコがちゃんといい感じに。これ美味しい。なんかいいね、モスバーガーの新作って言われてるのね。なるほどねって言っちゃいそうなぐらいの感じですね。うんうん、なんかすごい。恐山とは思えないなんかフランスの。成長したね。すごいな、うん。ありがとうございます。5年もやってるからな、チャンネル、うん。ここでしか料理しないもん。ね、うん、ここよ、ここじゃない、ここに乗ってるじゃないわ、地型どこ、肩が強いの、ここじゃない、めっちゃ投げる時じゃない。いや、美味しい、これ美味しい、美味しい、これありがとうございます。はい、はい、では私、おいよ、結構ね、うん、いや、もっと冒険してもいいかな、 BLT って BLT、うん、もっとありえないような組み合わせをちょっと試していきたいんで、なるほど、うん、僕はこちらですね。え、 BLT オープン、じゃーん、いや、わからん、わかんないですか、は、フレークみたい、フレークの状態、はいはいはい、これは、あ、トッポギだ、トッポギね、まずね、 T、 トッポギの T、 上がなんだろ、で、BL、 B なんですけど、はい、ちょっともう形は残ってないんですけど、うん、ブルーチーズ、この風味のすごいブルーチーズをトッポギを作る時にもう混ぜてすげえ、ブルーチーズトッポギでしょ、でそこで B と T、はいはい、そしてこの上に振りかかっているフレーク状のもの、うん、こちらが何だ、 B、 あ、ルマンド、え、ブルボン、ルマンド、いや、 L、 いや、 L、 L、 L か、ルマンド、ルマンド、ここに食感と甘み、ブルーチーズルマンドトッポギ、そんなわけないだろう、いい加減にしろよ、ね、このルマンドをなんかの表紙に一袋ぐらいなんかちょっともらう時あるじゃないですか、まあ、ある、なんか余っちゃったんで持って帰ってくださいみたいなんで、あ、じゃあルマンドもらおうかなっつって、こう入れてリュックに入れて帰ると、ぐっちゃぐちゃになってる、まあまあまあ、パリパリなんでね、ルマンドあるある、このルマンドを何かに使えないかと、お、これが、これです、失敗が発明したと、これすげえうまかったら今のいい話。まだまだかなり、ね、かなり怪しい、ね、かなり怪しいです、これをやっぱなんか振りかけて美味しくしたいというのがこの、いや、わからん、マジで、ブルーチーズがうまくいくかどうかですよね。でもこれあの倍盛りにしちゃおうかな、本当に知らないですよ、通常のやつを、まだせっかくなんでもうマシマシ、ズマンドマシマシでさ、ルマンドって何味だったっけ、ね、チョコ中にチョコ、何とも言えない味なんだろうね、ちょっと香ばしい、いっぱい入れちゃおうかな、うわー、やべえ、ルマンドって何なんすか、ルマンドって何だろうね。甘みとコク、食感、パリパリ感、これをね、足せるんじゃないかということで、これうまかったらすごいっす、これうまかったらとんでもないことです、これはトッポギとブルーチーズがそもそもね、いやでもさ、チーズトッポギって、いや、あります、あります、あるわけよ、まあまあね、ブルーチーズは、まあ、ちょっと大人向けな感じで風味を足してくれて、うん、はいはいはい、でそこにでもルマンドを合わせることで結構親しみやすさというのか、うん、食べやすさ、後であ、知ってる知ってるみたいなのを足すことでバランスがちょうどね、均一になるんじゃないかって、すごい議論の空論だぞこれ。大丈夫か。あ、でもなんか見た目はちょっとね、ソーセージみたいな、トッポギが綺麗だとか、チリソース、チリソースのソーセージみたいな、なんかうまそうじゃない、いいかこれ、食感確かに多そう、こうもちっとしてるとこと、ね、そうパリパリ、ね、パリパリと、もちもちも、辛みと甘みとサラサラ、食の新たな世界へ、オープンザ BLT、 オープンザ、え、開いちゃダメでしょ、 BLT、 ジャッジ、あー、ジャッジか。いただきます、いただきます、あれ、なんか、え、なんかあれ、なにこれ、あれ、なんかフライっぽい、あれ、お子様ランチみたいな味する、うまい。
なにこれ、なんだこれ、なんだナポリタン、そうそう、ナポリタン、うん、甘いナポリタン、ナポリタンになんか揚げ物、ミートソースのなんかサンドイッチみたいな、甘い、うん、ジャンクでうまいかも、うまい、え、ブルーチーズいる、原宿かも、いや、あるある、うん、なんかブルーチーズちょっと、ちょっといる、ちょっとこの奥の臭みみたいな、これ以上いったらいけな いや、これがちょっとピザマンっぽさの、うん、あれが、ね、チーズ風味だと思う、これ、え、うまっ、え、これ子供めっちゃ好きだと思う、めっちゃうまい、これすごい、うん、フライマンですか、うわ、合うな、全然、うん、全然うまい、全然合うわ、これ売りましょう、原宿発の、これいいかもね、あー、いや、それは意味が市民だと思われる、嘘は言ってないけど、これを狙ってね、うまい、ブルーチーズトッポギうまい、うんうん、じゃあ僕のね、うん、BLT 持ってきました、見したれ、まあ、こちらです、お見てもらえればもう一目瞭然、え、全然わからん、なこれ、これです、ね、これ何、これ BLT です、ね、BLT これらしい、これさ、なんかアメリカの車で生活してる人がこう買ったことじゃない違う違う、トレーラーの、トレーラーハウスのご飯、トモじゃない、トレーラーの T じゃんね、なんか、え、ダサダサいダサいとかないだろ、おしゃれダサいわ、いや1個はわかります、わかる、たくあんか、たくあんね、たくあんか、あ、これたくあんか、刻んだやつ入ってます、あ、なるほどね、で、これもあとこう魚ね、あ、魚なんだこれ、ブリ、はぁ、ブリ、ブリ、ブリ、たくあんで、L か、L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 、いやもうわかるでしょ、これ以外なんか入ってる、レンズ豆ですよ、おブリ、レンズ豆、たくあん、これが BLT です、はい、受けません、はい、受けません、特材の中で受けないやつが集まった感じ、うわぁ、なにこれ、うわぁ、これ、なになにこれこれ、なんでこの細かいなと中学の時、こういうコミュニティの一員だったわ、ブリ、レンズ豆、たくあん、コミュニティでした、またブリとレンズ豆話してるよ、やだな君たち、ブリ、レンズ豆、たくあん、ウソップ海賊団のリラックしたじゃん、痛くない、ここにしょうがない、これが俺たちの現在地なんだから、うわそうなの、 YouTube で言ったら俺たちこう、ブリ、レンズ豆、たくあん、ちょっと、いただきましょう、いただきましょう、うまけりゃ、でも、いただきましょう、うまけりゃ、ポロポロ落ちちゃう、トロタクなんていうのはね、めちゃくちゃうまい、タクワンがどういう仕事、なんて上がらない見た目なんだ、何これ、テンション上がんないねこれ絶対子供に出したらいいって言うよね、俺食べない、いいって、じゃ あ、うん、あ、新しい BLT、はい、いただきます、いただきます、うわ、ん、ダセえわ味がよ、何これ味がダセえわ、上京したいよジジイな、ハズレの混ぜおにぎりなんですよ、あまりにもジジイ、この町には何もないっていう感じが出てますね確かに冒頭、うそういう映画の冒頭、まずいわけじゃないのにな、いや、まずくない、食えるけど、こういうおにぎりあるもんね、うん、健康には良さそうだしね、うんうん、ブリにすごい無理させてる感じがする、確かにね、ブリがやっぱ引っ張ってる、牽引されるライブね、おいちょっと来いよみたいな早くブリうまいね、ブリうまいね、ブリうまいね、確かになんか次に食べたいっていう推進力が全くないかもしれない、全く生まれないこれバンちゃんの料理ってこうだよなじゃあね、新 BLT サンド、うん、優勝者決めますか、はい、ますか、はい、きましょう、じゃあ指差しで、はい、せーの、よし、あ、自分もあり、自分も、自分もあり、今日はいやいや一強すぎてすごいね、まあ、でもうまかった、意外にうまかった、面白かったね、これうまいね、ブルーチーズトッポギめっちゃ美味しいかも、ルマンドも良かった、良かった、ルマンドもなんか意外に良かった、この組み合わせでもおもろいしね、そうそうそう、うん、えっていう感じもあり、うん、いいかも、 BLT ちょっとこれ新定番、ダハの BLT を倒す足がかりを今使います、うん、あ、いや、いいな、なんかでもいろいろできそうですね、 BLT ね、うん、いや、まだまだ、ね、まだ他の BLT も、ね、全然 BLT 専門店作ってもいいかも、ね、ブリとタクワンとレンズ豆はできんといういや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 、うん、いや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 レンズ豆だけはそれだけでなんであいつが一番いい、あいつは仕事してなかった印象になかった、印象にないというわけなんで、はい、皆さんもぜひ自分だけの新しい BLT 作ってみてください、うんうん、さようなら、さようなら、ありがとう。
おいお前プールの監視員みたいなハトいるじゃねえかよお前、ダメだよお前、ハトってのお前地面をせかせか歩くもんだろお前、それまるでお前泣きかだーい、お前これダメだよお前、枝にお前うんちあんじゃねえかよお前、カチカチじゃねえかよお前、ナマスダジだーい、お前こんな4つもかで、あ、だーだーだー